緊急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 です。本当にマジな方でちょっとやばいことが起きました。うちほんまに今モテ期かもしれへん。えぐい。何がモテ期かって言うんやん。マジ言うで。ほんまにマジ言うで。で、昨日撮影で、近くのイオンモールみたいなのがあったんやんか、近くにな。なんかサメみたいなのがおって、言うたら水族館ではないねんけど、言うたらイオンモールの中になんか、珍生物みたいな、サメみたいなのが泳いどってんな。で、うち、うわ、何これやと思うやん。それ気になるやん。ねえ、こう見るやん。何これ、うわ、すごいなと思ったらな。喋りかけられねん、うち。で、えって横見るやん。ほんじゃあな、5歳の男の子からな。ねえ、お姉ちゃん、これ何の魚なんって言われたんやん。まず一つこれモテ期。すごくない？普通にさ、男の子に喋りかけられたよ、うち。え、めっちゃ嬉しくって。んで、まあ、男の子には変わりないわけやん。え、だからうち、その、緊張しちゃって、うちも。なんか、あんまりうまく喋られへんかってんけどさ、急にさ、声かけられるっていうか、喋りかけられるっていうのが、まず一つ嬉しかった。で、いや、ちょ、待って、YouTube 見てたらちょっと恥ずかしいな、本人が。待って、これどこまで、まあ、どこまでよ。まあ、今うちみんなのことも、ビリーブ、ビリーブ、まあ、フレンド、オッケー？ アイブリーブ。なんか、インスタのストーリーあるやん。で、投稿するやん。うんじゃあさ、フォロワーさんとかみんな結構いつもいいねめっちゃ押してくれんねやんか。ここ最近な、ここ1、2ヶ月ぐらいな。え、なんかめっちゃストーリーいいね押してくれてるやんっていう男の子がおんねん。うちのストーリーに。で、友達の結婚式行くときにセットしてもらってドレスアップして可愛く漏れたりとかするからストーリー乗っけるやん。で、そういう時にいいねとかさ、わかる？なんかうちが、え？うん、え、だからなんかそう、めっちゃ嬉しかったんが、なんかうち結構強制のさ、動画とかも上げたりしてんねんけど、その強制の動画上げるときってうちえげついね。自分の歯並びとかをさ、ぐわーって見せんのって結構恥ずかしかったりするやん。めっちゃキモい顔なんよ。むくんでる顔とか、もう変顔とか、もうバリさらけ出すわけよ。え、で、なんか、それに対しても、その男の子から、なんか頑張ってね、みたいな。その、応援してるから頑張ってね、みたいな。感じのことが、来たりとか、ちょ、待って、うちさ、ガチでいける？この服。マジでうち動画回すつもりなかったから、マジオフな服やねんけど、今日の服見て、ほら。見て。これ最近うち悩んでてんやん、ほんまにマジで。これって、どう思ってんのかなと思って、うちのこと。え、みんなどう思ってると思う？でさ、全然うち正直言ったらその子のことさ、気にもなってなかったし、全然その好きとも思ってなかったし、え、でもね、やっぱそういうさ、なんか積み重ねがあるとさ、なんか、正直言うわ。正直言うけど、なんかちょっとずつ気になってる自分もおんねやん。それこそ、新夏が6月いっぱいで、言うたらもう二人で動画撮ることもなく、活動休止しますっていう動画をさ、二人で上げた時も、メッセージをくれたんよ、うちに。いろいろあると思うけど、僕応援しています、みたいな。一緒に頑張りましょうね、みたいな。この、わかる？わかる？この、自分の中で条件っていうか、こういう人やったらいいなっていう条件があって、恋愛のあれでな。なんか自分が落ち込んでたり、自分が結構言うたら悩んでる時とかに、さらっと一言声をかけてくれる人が結構やっぱ好きなんよ、うち。いいコメントもあればさ、そうじゃないコメントとかもいっぱいあるわけやんか。やっぱさ、みんな優しいから見てくれてるみんな。気にしなくていいよって言われたとしても、やっぱどっかで気にしちゃってる自分がいたりすんね。SNS とかこう、いいコメントの方が多いけど、悪いコメントがな、頭に残って。で、そういう時とかも、こう、さらっと、こう、支えてくれる言葉っていうかなんていうか。っていうのが、約2ヶ月ぐらいの間であったんやん。え、これって、みんな的に、どういうことやと思う？それは、ただ、友達として、さらっとやってくれてるのか、それとも、もう浮かれてるかもしらへんけど、夏目のことをちょっとでも、気にかけてくれてるんかな？いや、ちょっと。もう、そんな。インスタのストーリーでよくな、質問コーナーみたいなやつをすんねやんか。で、よくみんな質問ありますかみたいな感じで、悩んでる質問に対してうちがこう、答えたりとかそういうのしてて、で、なっちゃんのタイプはみたいな感じの時に、うち結構、その、自分がしんどい時とかに支えてくれる人とかも言ったりしたことあって、まずそれ当てはまってる。好きアピールをするためには、どうしたらいいと思いますかっていう質問に対して、夏美が、インスタのストーリーとかに、
あの、結構な頻度で、いいねとか押したらいいんじゃないみたいなやつで答えたこともあんねん、うち。で、それも、やってくれてるっていうか、まあ、その、わかる？うちの言った理想の人に、その人が、なんか、当てはまってんねん、ぴょん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 って。え？うち、どんどん、自分からも行動していこうと思って。あんまりな、今までな、YouTube とかも、コラボとか誰かとしたこともほとんどないやん。TikTok もそう。コラボとか、ほとんどしたことがないねん。それはなんでかって言ったら、うちコラボしたくないとかそうじゃなくて、バイバイするときめっちゃ寂しい。ほんまに。過去に、おかんと娘さんとか、少年男三兄弟さんとかとコラボさせてもらったときがあんねんけど、もうマジの方でバイバイするときがもうめっちゃ悲しいんよ、うち。その一瞬が寂しくて嫌やからコラボっていうのあんまりしてこうへんかったんや、うち。やけど、どんどんそういうさ、コラボとかもしたいなって最近思ってんねやんか、うち。てか、うちってさ、YouTuber って言っていいんかな、自分で。いや、でもうちって YouTuber ではないよな。うちって何者？わからへん、うち。ほんまにマジで。あの、この間さ、近所のおっちゃん、めっちゃ仲いいんよ、うちの家の周りの近所のおっちゃんとか。な、夏美って何の仕事してるか知ってるって聞いたら、遊びって言われたんや、うち。マジで。はぁって、だからうちさ、その時にさ、堂々と言えればよかったで、いや、ちゃうで、みたいな、YouTuber やしって言えればよかったんやけど、やっぱまださ、YouTuber ってこうさ、自信持って、言うことができひんやん。でも、いつになったらさ、そうやってさ、自信持って YouTuber って言える日が、来るんかなって考えてんけど、うち多分、こうへんと思うねん。うちってみんなうち何者や思う？ちょっとコメント欄でさ書いてくれへん。うちは何者？でもさ、なんかさ、そのさ、うち最近な、もう次から次へといろいろな考えてんねんけど、例えばやで、じゃあな、彼氏ができました。付き合いました。お互い両親言ったら会います。その時に、うちのその旦那さん、将来旦那さんはもうお仕事何してるかわからへんけど、一般の人とうちは結構付き合って結婚したいって思ってるから、だからさ、親同士会った時にさ、誰々くんはこういう仕事してますみたいな言えるやん。でもさ、うちの場合ってさ、え？何の仕事ってなるやん。え？ニート。いや、でも女の子ってニートでも可愛いよな。え、何の仕事してるん？ニート。うちはな、将来、旦那さんばっか働くんじゃなくて、うちどっちかっていうと、うちも絶対ずっと、何かしらお仕事絶対しときたいタイプやねんやんか。いわゆる家にずっとおるさ、なんて言うんやったっけ、コトコトって、めっちゃさ、なんかする人おるやん。なんていう、ママみたいなさ、なんていう、わかるわ、なんて言うんやったっけ。家政婦の見たみたいな。なんて言うんだっけ、ほら。お料理とか、お洗濯とか、お家のことだけをすることを、なんて言うん。家政婦の見たと。まあ、その、わかる、家だけのことをしててくださいっていうさ、そういうのは、NG やねん。NG、NG。いや、ほんまに。だから、できれば、ちゃんとその一緒に、仕事をいっぱいして、なおかつ、子供5人一緒に産んでくれる人。あ、うち改めて言っとこう。条件は、なっちゃんも絶対働いていいよって言ってくれる人。で、子供は5人欲しいので、5人子供を産んでいいよって言ってくれて、なおかつ、体力がある人。チク。で、うち結構食べられへんもんが多いから、その食べられへんかったり残したものをパクパク食べてくれる人。で、絶対怒らない人。で、夏美の家族と仲良くしてくれる人。で、なんか、一週間に一回でいいから一緒にお風呂入ってくれる人。あともう一つは、外とかで手つなぐのが嫌いな人とかもおると思うけど、ね、近くのスーパー行くときだけは一緒に手つないでくれる人。が、うちのタイプというか条件プラス、かっこよくって身長高い人がいい。あとやっぱ、自然が好きな人もいいね。いや、次から次へと出てくんな、うち。次から次へとうち出てくるで。うわぁ、今年花火大会ガチいけるかな？今年の目標をもう一回再度言うと、絶対彼氏を作ることやねんか。みんなさ、友達かのようにうち思ってるから、随時なんかあるたんびに、もう動画で伝えてもいいかな。だから今みたいな感じでこんなことをやってくれる男の子がおるんですけどって言ったり、一週間後、みんな聞いて、また違う男の子がさ、とかさ、
包み隠さず全部話すけど嫌いにならんとってくれる？でもな、一個言うわ。人生っていうもんは、どん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 いろんな人とご飯行っていろんな人と恋愛して、いろんな経験をした方がいいねん。一途っていうのはめちゃくちゃいいことやで。結婚とかしてしまえば一途ってめちゃくちゃいいこと。やけど、それまでは恋愛は、めっちゃした方がいいよ。どの顔が言うてんねんと思うかもしらへんけど、あと、一個は最近分かったことがあんねん、マジで。女の子は顔が可愛いからモテる？性格がいいからモテる？一番は、笑顔、愛嬌。結局は女の子は愛嬌やで。いっぱい笑ってる人の方が人が寄ってくんねんて。だからうちはいっぱいたくさん笑おうと思って。嬉しいことがあったらそれはもちろんいっぱい笑うけどさ。生きてたらさ、そうじゃないこともたくさんあるわけやん。だけどそういう時もそんなには絶対負けず、たくさん笑おうって。心からガーチで思ってます。で、この夏は、ほんまにうちぶちまけるわ。ガチぶちまけるわ。なのでみんなそのぶちまける姿を見ててください。ぶちまけてる様子をみんなも参加したかったら一緒に参加してぶちまけるの。この YouTube っていう繋がってる場所でみんなとたくさん思い出を作っていきたいなって心から思ってます。ということで今日は何の動画かわからへんかったけど今から弾丸ちょっと準備をして今からちょっと行ってきます。じゃあみんな、バイバーイ！話聞いてくれてありがとう。みんなのこと大好きだからね。バイチラポーイ、バイバーイ。バイチラ、バイチラ、バイチラポイ。学校とかで調理実習とかあるやん。そういう時調理実習やってないの。みりんやって、みりん。これ、みりんやってすげえ。はい、これみりん。